さ、石田、石田右、左、前、で、後ろ、後ろ、後ろ、はい、ここね、入門と基礎クラスなんですけども、まあ、入門とか基礎っていうと、まあ、アイソレーションとか、いろいろ筋トレとかウェーブとかっていうのをこうイメージしがちなんですけど、っていうよりはまあ、できなくてもいいんで、とにかくフィーリングで踊ってみるみたいな。今日このステップを1個やりました、それを使って自由に踊ってみましょうみたいな、まあ、あんまりこう頭で考えるより、なんか体を動かしてみんなで見せ合いっこしているみたいな空気が作れたらいいかなっていうふうにしてます。サーボ入門ヒップホップクラス。